もハングリーペンギンです。よろしくお願いいたします。爪痕残してやる。野心もあるんですよ。野心大事。この前間違って耳クソを食べてしまった。聞きたくない。クッキーのかけらかな。また綺麗な話をしよう、ね、すいませんね、綺麗な話をしよう。いや僕はね、うん、中学時代にクラスのマドンナ、サナエちゃんに告白して振られたんだよね。まさかの恋バラでしたね。サナエちゃん、好きです、付き合ってください。こういう経験があったんだよね。キュ、ね、お前だけは無理。ひどい振られ方したね。だいぶひどい振られ方をね、されたよ。昇進の僕は池のほとりで一人たたずんで、まあでもここでね、一回ガンと落ち込んだ方がね、すぐ次の恋に行けたりするもんだから。ああ、そしたら一匹のガマガエルが現れた。ああ、まあ池だからね、ガマガエルとかね。僕はこのガマガエルを好きになってしまったんだよ、ね、次の恋が始まったな。次の恋じゃない、次の恋じゃない。ライブではないぞ、ラブだ。マジの方なの。いや、実話じゃないことを祈りましょう ね、 これね。実話だ、実話だ。困るな、ちょっと。君はよく見たら、サナエちゃんにそっくり。ガマガエルだよ。ガマガエルとクラスのマドンナが似てること、そんなない。サナエちゃんが可愛いじゃん。周りがひどかった。そうだ。ブスの巣窟の中学校。誰が言ってる。誰がディスってんだよ、お前は。じゃあお前その辺のブスに行けばいいだろ、サナエちゃん振られたら。俺なんかブスどもから嫌われたんだよ。嫌われてたんだよ。性的に受け付けない。もうどうしようもねえじゃん、確かに。今日から君をサナエちゃんと命名し、未練はあるから、未練だけはあるんだよ、ね、こうして僕とサナエちゃんはなんとか池で食事デートを繰り返し、食事デート、人間とガマガエルが食事デート。僕がおむすびを食べて横でサナエちゃんがバッタを食べて、気持ち悪い。想像したくない。そもそも本当にサナエちゃん、サナエちゃんだ。いや、ガマガエルなんて池何匹もいるんだよ。あれ絶対サナエちゃんだ。ペンション知らんのがサナエちゃんというイメージ。あのイボイボに汚い感じはサナエちゃんだよ。汚いついな。好きになった女だろうが。僕は救いようがないぐらい汚い女が好きなんだよ。そんな性癖ないよ。そんなやついねえよ。いるわ、いるわよ。まあ、自分で言ってたもんな。いや、じゃあもう勝手にね、ちょしてくれたらいいよ、ガマガエルとは。そして交際5日後、うん、振られた。ガマガエルでもダメだったみたいだな。ガマガエルに振る、まあ、何をもってガマガエルに振られたっていうか分かんないぞ、この際、ね、サナエちゃんが他のオスと交尾をしてたんだ。言うんじゃねえよ、そんなこと。そんなことここで言うんじゃねえよ。人間もカエルもダメな感じよ。本当に悔しがる感じ出さない。俺もお客さんも困っちゃう。最後に一言言わしてくれ。なんだよ、交尾なら僕もできるぞ。うるせえよ。